さん、おはこんばんちゃです。パパスです。今日は今バラバラにしていってる JF1NBOX カスタムターボなんですけど、もうあらかたバラし終わって、もう最終段階ぐらいまでに入ってきてるので、エンジンを下ろすために卵巻きたもね、いろいろと外すもんがあるので、社長にも口で説明なり難しいところはちょっとやってもらったりやっていきたいと思います。他の説明やな。そう、じゃあ他の動画で、うん、外してるから、そうやって、ネジ止めてない。ないね、もうないね。だからこのピンも、ピンはもう元々なかったけど、うん、ここにあの横からポンと入れて動かすピンが2箇所な。うんうん、あったあった。ここホースバンドで5ミリか、まあ、プラスドライバーやね。はい、うん、でこのままここはボート、あったかな、うん、こういうやつでキュッキュッと入れてもうて、うん、はい、でポンと、おお。これ何の時したかな、うん、忘れたな、なかったね。よいしょ、O2 センサーぐらいかな、やったかな、うん、でこれは、はい、裏が差し込み、この下ぐらいが差し込みで、ポンと抜いてもらって、はい、でこのホースの、まあ、ホース抜くだけよ、うん、キュッキュッキュッ、抜けた、うん、まあこれ今インタークーラーね。はい、で、うん、ここにインタークーラーのこのホース、ホース、うん、止まってるところ、うん、うん、始めで、まあ一緒にホース抜く場合はこっちも両方ともついてるから、はい、こっちもこれくるくると遠ミリか、うん、で、こいつな、はい、こいつも、まあこっちは外してないんだけど、うん、このインジェクションのスロットルのところから、うんうん、同じような、これネジちょっと落ちてるけど、うんうん、まあここで同じような感じでこうくるくるっと、まあ遠ミリか、まあプラスで、はい、でインタークーラーはここ1本な、おう、うん、これも取る、うん、これもずっとくるくるっと、うん、外してもらう。はい、でこういうネジ、うん、あの前も言ってんのかな、うん、今このでっかいワッシャーがゴムにくっついてる状態やから、はい、はい、万が一これが外れてしまうと、ネジが抜けてしまうから、ここが今くっついてる状態のね、こういう感じ、うんうん、こんな感じです。だから外れてなかったらつけといてもいいし、はい、外れとったらもう抜いといてもらわない。ほう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 。なくなるから。おい。あ、もういっちゃったらいいんだこれ。ここだ。ここね。うん。ここも同じ通り。うん。ここもくっついてる場合と。うん。外れてる場合と、うん、そう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 、これは外れない、まあ、このまま、うん、で、まあ、外しやすいのはこっち手前側の配管を、はい、まあ、こういうやつでちょっとこう、はい、キュッキュッと、はい、くっついてるところを、まあ、外してもらうような感じでね、うん、でこのままこう、うん、こうグググググググ、うん、でまずこっちは外れてね、うんうん、こういう感じね、まあ、これ今ホースバンドのこのネジが取れてしもたからあれやけど、はい、うん、でこのままキュッ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 とこう抜いてもたら、はい、ただまあインタクラーはそのままで、取れた、うん、はい、外れる、ね、おお、こんな感じです、うん、でまあ今回はなんかホースも抜くかな、うん、まあ、こっちも5ミリで緩めてもって、はい、キュッ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 と、キュッキュッキュッと、うん、抜けた。こんなにスムーズには外れへんで、いろいろあるからね、うん、でここもヘッドライトがこうあるから、はい、ちょっともうちょっと狭く見える、うんうん、そういうことね、うん、で、このホースは、うん、一番上に取ってるから、まあ、外した方が、はい、これ何で、うん、グッとやってこのホースバンドでこう、あ、上にずらそうか、うん、こう挟んだらあかんやんか、うん、だからこうしながら、うん、グッとネジを、おー、分かった分かった分かったよ、うん、俺はで、うん、他のやり方あると思うけど、分かる、うん、こう挟んでキュッとねじったら広がるやん、うん、あのね、だから分かるよ、挟んでも広がれへんから、うん、これをグニュッ、この上になっ、うん、上になって、分かる、こうやって、うん、でこの上の方、うん、背中ね、うん、逆やったらあかんから、うん、こういう感じだったらちょっと広がるやろ、うんうん、
そうやね、うん、で、このキュッキュッキュッとキュッキュッキュッ、抜いてもうたら上にはまってるだけやからまあ、うん、邪魔やったらかわして持って、うんうん、かわして持って、うん、で、ここね、はい、これはまあまあ挟んでる、うんうん、こっち、うん、挟んでな、うん、で、これもこっと抜いてもらって、うん、でここいつも言うねんけど、うん、ここがあのひび割れて、うん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 、あかんからまあこっちから一緒に先に呼んで浮かしてもらって、うん、外しといてこれをつけたまま一緒に抜いてつける時も一緒につけて、うん、うん、でこの難儀やったんが、はい、こいつな、うん、こいつな、うん、こいつが外れへんねんな、うん、エアクリナー本体からほう、だからこれはまあ普通にはいここを挟んでもって挟んでもってこっと上に上げてもって、うん、キュ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 なんか、うん、これちょっと密着きつかったから、うん、ちょっとこうドライバーとかピン抜きでちょっとうん、そういうことね、うんうんうん、カプロー、うん、で、エアクリナーの場合はもうこの1箇所、はい、で、ネジはあのインタークラーと一緒でくっつく、あくっついてるから、うんうん、くっついてるから、まあ、くっついとったらそのまましといて、うん、くっついてなかったらもう、うん、取れたで、ここをな、ここをもうこっち側から引っ張らんようにしても、うん、この付け根から、はい、そういうことね、抜いてもらって、うん、で、あとこことよいしょ、ここにね、ほ、ここと、うん、うん、よいしょ、動画で言うのか、ホーンって言ってるのは分かってないから、ね、何があんのかな、思ってた、あ、抜けると、うんうんうん、で、ここにちょうどうん、かわすとこ、あ、じゃあ抜くとこ、おー、はい、これか、ね、おー、差し込みがあります、うん、分かってなかったな、分かってなかった、何があんのかな思って、で、この差し込みをこう、ちょっと、うん、揺らしながら、うん、で、こっちはもう後ろが外れたら自然に抜けると思う、はい、で、このコースな、うん、うん、うまい、うん、一緒に全部外れた、うん、こいつをどっちから外そうかな、一番初めにこの上のバキュームとこのカプラー抜いたやつやで、うん、でこいつをプライヤーとかでまあしキュッてやってもいいんだけど、はい、割れる場合はこの間にちょっとこう浮かしてもらって、うん、ちょっと押すような感じで、あ、怖ー、あー、いけた、ちょっと空気が入ったらくっついてるだけやから、ちょっと空気を全体的に入れてあげて、入れて、はい、くっついてるところを離してもらったら、あー、いけたー、あー、これは気にせんでいいの社長、この裏についてる、ほら、これ、うん、これはもう落ちひんか、だから横に芯を抜いて、この芯が抜けたらあかんで、うん、芯抜けたらゴム取れるから、うんうんうん、芯、この芯を抜けへんようにしたら、あー、そうなんや、うん、ありがとうございます、だからこれを外したら簡単やねんけど、うん、ここが割れると思うから、はい、あんまり外さんわよこいつもな、うんうん、こいつは外れるかもわからんけどな、逆に言ったら、へ、ただホースがあるからちょっと外しにくい、ね、はいはい、せやね、まあこんな感じです、うん、であとバッテリーは、うん、抜いた、バッテリーの動画あるから抜いてもらってこの入れ物どけてもらって、うん、でここにミッションマウント、はい、があるから、はい、ここの3箇所かな4箇所かな3、これか、1、2、3、ここが12やね、はい、この辺は全部透明、うん、硬いとこはか、
で、これで、はい、バッテリーの台座。あー、はい、取れた。これ。で、ここでやっと初めてミッションのマウント、マウントね。うん。これは？これは？社長、コブラ？これのエンジンコンピューターね。コンピューター。うんうん。まあ、ハーネスとか、はい。を、せな、こっち外さなあかんな。うん、この、まだ考えなあかんな、これな。ごめんなさい、いなくてた。外そう思てんで。あ、そう？よかった。もうこういうな、はい、これもレバーになってるやん。うん。な、なってるね、これもレバーになってるやん。うん、もうレバーになってるやつは、だいたい、一箇所どっかを押したら、レバーが、な、これもちょっと押したら、うん、このレバーが。うん。悪そう、でも怖っ。手前かな。うん。なんかこう、手前や。手前に。うん、外れた。うん、引っかかってよかった。手前に引っ張ってもうたら、はい。で、このレバー式のやつはもうレバーを押したら、あ、抜けるとこまで押したら。うん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 。ってことはこいつを押せやつね。だってへこむね。うん。な。うん。押してれば。おお。おお、簡単や。ここの線、この細いから折らんようにしようかな。中の芯みたいな線。ね、ちょっと黒いのね。うん。線ように。ははは。これはだからまあ、普通にポッと押したら、レバーが。ポッと引っ張って。うん、ここね。ここ押したら、レバーが。引いたら。うん。で、今、ね、つけるときはまあ、グッと入れてもうて、レバーを押してもらうと。お前もかじって。ここ。え？反対からちょっと。よいしょ。手や。ここに手を置いといたら、うん、ここで挟まる。ミークはこれね。で、今、つけるときも、ここ持っとたら、うん、ここでここ挟まってんで。この、この、ここあり。うん。うんうん、ここに入れるときはミークで、外すときは、うん、まあ、これ、ハマつけたからね。入れるときしかな。うん、で、この外すときは、これこうやから、この、ここにミーク割れるわ。うん。危ない。危ない。どうしたらいいじゃん。もう、下に手置けへんのが一番やね。そうそうそうはい。だから、ちょっと、ここも担当。うん。ちょっとこの配線ぐらい持ってもらって、もう自動的にこうスライドするから、はい、抜いても、おお、さっきみたいに入れといてな、うん、ダメだ、つけるときしか、そうだね、レバー効果がなくなるからね、はい、うん、でこれはもうエンジンコンピューターとか、うん、まあ全部のコントロールとかそんなんやな、うん、なんかやっぱ違うもんね。5ミリ？うん、5ミリ。一本と二本。あ、こっちつけて、うん、こっちのネジを外せばスライドして取れる。はあ。だから入れるときはこっちをかけて、ね。抜き切らんでいいねよ。抜いてもいいで。うん。抜いてもええし、うん、まあ、抜かんでも。うん。うん。まあこんなもんか。こんなもんかな。うん。まあこんなこまごまがした感じの、こんな感じでですね。ただまあエンジン下ろすのに大体このマウントの位置とか、うん、この全部その外すのにネジが外せるようなこう、うん、ようにしとかなあかんから、まあこんなもんやね。うん。大きいのね、なんかもうすごい大きいのはあの一つずつ動画にして出してるので、うんうん。だからマフラーとかも全部外さなあかんから。おい。だからその辺も。うん。うん、そうよね、うん。やっていきたいと思います。そうそうそう、まあ今はこの上側だけね、うん、エンジンルーム、そうそう、まあカプラーの外し方とか、はい、まあね、うん、作業の参考にしていってもらったらと思います。お願いします。じゃあいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。